ピルトダウン人、ピルトダウン人、ピルトダウン人、英語名、ピルダウンマンは、近代科学史上で最大のイカ様として知られる、鉄造された、化石人類。ピルトダウン人と表記されることも、稀にあるが、タウンではないため正しくない。20世紀初頭のイギリスは、イーストサセックス州、アックフィールド、アックフィールド近郊のピルトダウンにて、発見され、20世紀の前半期の、 個人類学研究に多大な悪影響を与え、迷走させた。当時の学名は、エオアントロプス同世内、エオアントロプス同祖に、同村の夜明けの人のい、日本語では第一発見者の中から、同村原人、俗名エオアントロプスの漢訳で、明けボノ人などとも呼ばれた。1856年にドイツで、 ネアンデルタール人類の化石人骨が発見されて以降、1891年にはインドネシアのジャワ原人、1908年にはネアンデルタール人類に属するラシャペルオサン人、ラシャペルオーセインツ発見地、同盟がフランスのリムーザン地方から発見されるなど、20世紀初頭から人類進化の過程が少しずつ解明され始めたが、 まだ十分に資料や知識が蓄積されていたわけではなかった。そのような時代の1909年から11年にかけて弁護士でありアマチュア考古学者でもあったイギリス人チャールズ・ドーソン、チャールズ・ドーソンによってピルトダウンから発見された頭頂骨と頭骨が大英博物館、ロンドン自然史博物館のアーサー・スミス・ウッドワード卿の研究室にもたらされた。 ウッドワード卿は1911年に自ら現地に赴いてドーソ村と共同で発掘を行っている。この時にも、古頭骨や化学骨の一部、石器のほか年代推定の根拠となる動物化石を発見し、その後も、剣種などの断片的な化石が発見され、それらを研究したウッドワード卿は発見された、化石人骨にエオアントロプス同祖に、ラ。 ダウソニの学名を与えて発表した、同村、死に由来の、夜明けの人との語気を持った名称である。その骨、その脳頭骨は、原生人類を思わせるほど、丸く膨らんで大きく、対照的に、下学骨は、非常に原始的で類人猿のようであったが、旧種の交互面の摩耗は、人類特有の咀嚼によって生じたものであ、発達した脳と、原始的な顎の特徴。 伴い出した動物化石等からウッドワード卿はピルトダウン人を更新予初期に由来する現世人類の最古の祖先とみなした。これらの研究に当初から疑惑がなかったわけではない。ドーソンが自宅で骨を作っているのを見たという話が流れ、専門家の中でもボヘミア、現在のチェコ西部生まれの米国の人類学者、アレシフルドリチカ、 イルズ・ハードリスカ和歌学骨は、ルイ・ジェンザルのものであろうと唱えて、ピルトダウン人の化石を否定した。しかし実際は肯定する学者の方が多く、イギリス人類学会の大御所であったアーサー・キース教、アーサー・キースや、グラフトン・エリオット・スミス教、グラフトン、エリオット・スミスなどの著名な学者の支持を得たこともあり、ピルトダウン人は、原生人類の直系の祖先と認められた。その後、 世界各地で個人類化石が発掘された。1920年代には中国で北京原人が南アフリカではアウストラロピテクスアフリカノスが発見され、その他にも様々な進化段階の化石が出土して、人類の進化の内容が次第に明らかにされていく。第二次世界大戦前では研究はまだ十分とは言えなかったが、人類はまず直立二足歩行が先に始まり、 脳の進化はかなり遅れたらしいことが分かっきた。ピルトダウン人はそうした進化の流れから外れていて、ウッドワード卿が解いた更新予初期というような古いものではなく、更新予中期かそれ以降のものではないかとも考えられた。また、ピルトダウン人の化石が発見されたはずの地層からは、ドーソンの没した1916年以降一切の化石の湿度が見られなかった。それでも、 戦前には化石は厳重に保管されて、理化学的検査も認められなかったため、鉄像を立証しうる、確たる材料もなく、1940年代の終わりまでに250ペもの論文が発表された。ピルトダウン人化石の年代が明らかになったのは1949年のことである。骨が地中に渦漏れると、途中の水分や地下水に含まれる。 微量のフッ素が骨組織内に入り込み、フッ素の含有量が増えていく。従って、骨に含まれているフッ素の量を測定すればその古さを推することができる。水分中のフッ素量は地域によって異なるため、遠く隔たった土地から出土した骨の比較や、絶対年代の測定はできないが、同一地点や近接した地域から出たものの、相対的な古さ折るには優れた方法である。 この手法は19世紀になってヨーロッパで断続的に行われるようになり、第二次世界大戦後にロンドン自然史博物館のケネス・オークリー、ケネス・オークレイによって確立された。1949年、ケネス・オークリーがフッ素法でピルトダウン人頭骨の年代測定を行い、骨が5万年前のものであることを明らかにした。これによりピルトダウン人が類人と 現世人類のミッシングリンクであることが否定された。加えて1953年にはオークリー率いるオックスフォード大学の研究者らによる一層精密な年代測定と調査、分析が行われ、その結果、科学骨はオランウータンのものであり、九種の後面は人類のそれに似せて成形されていたこと、古く見えるよう薬品と思われるものにより、石器などと共に着色されていたこと、 伴え出した重骨は他の地域の産であることなどが突き止められた。類人猿の科学骨は人骨とは決して接合できないものであるが、鉄造犯は接合部分を巧妙に除去して矛盾を隠し着色を施して偽装したとのことである。こうして40年近くにわたって個人類学会を混乱させたピルトダウン人は鉄造された化石であると断定され、 事件は一応の決着を見た。ただし、最初に、ソ村からもたらされた、頭頂骨と、側頭骨は、後期更新予に由来する化石の原生人類、クロマニョン人の類と考えられている。犯人については、様々な説がある。第一発見者のチャールズ・ドーソンが疑われたのは、当然で、すでに当初から疑惑が囁かれていたのは、常実の通りである。 2016年にロンドン自然史博物館などがまとめた研究成果では骨の標本の分析などを行うことで第一発見者のチャールズ・ドーソンを犯人とほぼ断定している。しかし一方では彼は単に利用されただけで真相は知らなかったとする意見もある。個人類学が黎明期にあったとはいえ、 長らく専門学者たちを騙し続けるほどの偽物を作るには高度の知識と技術が必要であるとして、当時の研究者であるウッドワード・キースやエリオット・ミスなどの犯行とする説もある。1983年には、シャーロック・ホームズシリーズの作者として、有名なサッカーアーサー・コナンドイルが犯人であるとの説が出されている。彼が、ピルットダウン近郊の住人であったこと。 医師を本業としていて骨を捏造し売る知識があったこと、ホームズものの他に失われた世界のような SF 小説も書いており、古生物や古代世界に関心があったことなどが論拠とされている。ただし当時はすでに著名人であり発掘現場を徘徊して、追加された場合は即刻露見する身分であった。イギリスの科学雑誌、ネイチャーは発見されたい品を根拠として、 ロンドン自然史博物館に学芸員として勤めていたゲッハルイを主とする動物学者マーティン・ヒントン、マルティナ、シー・ヒントンなる人物が真犯人であったとする説を1996年5月23日号に掲載した。同博物館の屋根裏からヒントンの旅行カバンが発見されその中からピルトダウン人の加工と同じような処理が施され像。 カバの化石が発見された。またヒントンは化石の変色についての論文を発表しており、これもまた、ピルトダウン人の人骨の染色と似たような方法が施されていた。ヒントン犯行説は、ウッドワードに対する縁困、発給、仕事を回さないが、犯行動機であったと説明する。ただし、ヒントンは発掘現場へ足を運んだ形跡がない、との説もある。 様々な容疑者が取り沙汰されるも、ピルトダウン化石の鉄造が明らかになった前後に関係者らはことごとく他界しており、真相の究明は非常に困難である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。